自分が入ってて、スーパーものがない人いる？いや、今日俺、今日俺初。見ないよね。いや、もう、そう、基本。アーミークラスはですね、今これ10人かな ?2、4、5の、いや、そう、10人。で、アーミークラス10人、全員攻めてないはずなんですけど、アーミークラスの10人、ちょっと手挙げてください。何人いる ?1、1、2、3、4、5、6、7、8、9。でもね、なぜ具体形式でやってるかっていうのはね、イベントごとっていうのは、やっぱり基本的に皆さんね、お客さんっていう気持ちがありますよ。皆さんを連れていくのはね、サーキットというコースね、その皆さん高いマシンに乗っている状態でね、皆さんを絶対に転がしてはいけないということで、やっぱり厳しく接しなければいけないということもあってね、この全体形式っていうのをね、使わせてもらっています。声が小さい、わかりますか？使えそう。お前ら本当に居酒屋住みたいか？使えそう。本当に住みたいか？使えそう。ランニングしたいか？使えそう。腕立てもしたいのか？使えそう。よーし、そんなにやりたいんだったら、本当にね、厳しく行ってみたいと思います。それでは、行ってみたいと思います。ストレート展開！はい、さあ左へ、バンク！はい、さあお、いいじゃない。みんな、ちゃんと、そうよ。ちょっと、ちょっと、ヨレヨレしたけどね。ここ、そう、下、肩の位置は低く。もっと低く、もっと低く。それで、この辺を見える。そうよ。肩の位置は低くて、こっちよ。はい、それと乗って最初右へバンク最初。さあ、うちのスタッフ直しに行ってあげてください。トップランを取ったヒロジーさん腰が痛そうですよ。整形してるんですよ、ヒロジーさん。はい、もうヒロジーさん、マシンにまとまってる時のが半分以外にヒロジーさんエアヒロジーさん、知らそう、腰が目線が大事、目線はコーナーの奥。さあ、立ち上がってストレート直って。さあ、最後の試験行くぞ。右へバンク、左へバンク、右へバンク、右へバンク。はい、ストレート直って。はい、立ち上がって。おー、いいじゃない。なんか、みんなあれだな、同じ金額払ってコース、もう一本走った感じしない？本当に。今日本当は4本なんだけど、5本走った感じするよね。俺、それでも十分だと思うよ。一発目ね、コース、みんないくら払う？そんなに高い。たったの15分だけど、コース代考えてみると意外と高い。ね。そのたった1本を、何も目を覚ますために行く。もったいないじゃん。目覚まして、汗をかいてからコースを走る。これが、上手くなるためのまず第一歩。まずは自分にストイックに、自分に厳しく、他人には優しく、これができるのがトップガン。みんな今日トップガン目指していきますよ。わかりました。最初本当に分かったか？最初。最後に腕立てやりたいか？最初。一回まあいいだろう。まあ、もしね、後でね、そういう場面があったら腕立てもしていきますが、完熟走行からね、最初にネイビーの警報を見ながら行きたいと思います。ということで、時間1分30秒残して終わりました。皆さんの普段の行いがとても素晴らしく、今日は天候も良く、絶対誰一人転ぶことなく、今日は日差しに達成13名全てができるんじゃないかと思います。以上、最初の特訓終了、解散。さよなら。また解散。よし、よし。
ストレートの展開サイサー、はい、いいえバンクサイサー、おー、いいドロー、あ、誰だここで手をついてるのはトムキャットやってもね、目線が近いっていうから目の前みたいな私はお、なんかちゃんと手を上げられた、そうよ、下半身のホールドしてるから俺は手は自由な位置にいるからね、はい、それができる腕もない腕もない、はい、足を下ろしてストレートでかい、そのまま右へバンク、そう、左右と左右のともにね、はい、ちょっと見ます、足が、この足上がってすぐするんですね、あ、顔が硬いのは結構いいからね、横に開かないけど、横に開かない、無理やり開いて、なんか柔らかくしてください、ね、はい、大丈夫かな、皆さん見てあげてくださいね、そのままじゃあ、ストレートを打って、ストレート左へバンク、ミニさんの今の走りに行ける、大空を寝かすのはね、全然寝かしてますよ、まずね、走ってるの見てね、で、今、やるとした時には、むしろさ、そういかなきゃいけないの、そういかなきゃ絶対やるんだよ、つま先もっと背伸びして、はい、それで、向こう側に落とす、こうやって、こう持ってるから、はい、ぶら下がって、こう、腰を落とす、うん、こういいよ、ここあるよ、あるよね、はい、バックしてるから、だいぶ横に遠心力かかってるから、落ちないから、コーナーでは。今こっちに遠心力かかってるから落ちちゃうんだけど、横に走ってる時には G は横にかかってるから落ちないね。トップガン、私の中で
この人を選ばさせていただきました。じゃあ今日のトップガン発表いってみたいと思います。今日はこの人じゃん、はい、ミルドさん、ライブです。ちょっと入っていただきました。もう何回もね、来ていただいて、関西行って、アーティストのタイム乗り換えて、はい、またもう一度ね、ドガッティ乗り換えて、ドガッティ非常にね、難しい車両です、はい、月も良すぎるしね、扱うのが非常、特にこんなタイトなコースでは難しいんですが、よく攻めの姿勢と、あとまあ安定感も、ね、あって、マシンの姿勢とね、よく攻めておりました。そんなことを思って、このひたすりキャンプ終了したいと思います。それでは、以上、皆さん、今日でひたすりキャンプの解散です。サービスだ。絶対事故のないよ。サービスだ。無事に帰るように。サービスだ。今日は疲れたな。サービスだ。お疲れさんでした。サービスだ。解散。サービスだ。以上、大丈夫です。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター、そして番組制作スタッフも募集しております。また MSTV 制作委員会のご参加、そして応援もよろしくお願いいたします。詳しくは詳細欄をご確認ください。